それが頭の側に変わってるだけというか、ああ、クソ、練習で外したら本番で決めれないじゃんとかじゃないんですよ。豊田さんってシュート下手だよね。いるんですよ、この世界にも。日本人の良さっていうものを痛感したかなというふうに思います。外国に行くとやっぱり自分中心というか、ヨーロッパ人と僕との扱いが違うところが多々あったので。今年その地元の津江県金沢へ加入した理由っていうのは何だったんでしょうか？帰ってきた時から郷土愛 J リーガーと銘打ってずっと話してきてましたけど、やっぱり僕は石川県で生まれて石川県で育って石川県に育ててもらったという人間なので、そこでいつかプレーしたいというところ、僕が幼少期から高校生までにプロチームはなかったわけで、そこにねプロサッカークラブができて、石川県のサッカー界の人たちは豊田は名古屋グランパス8に入団しておそらく数年で帰ってくるだろうと、そんなに期待されてたわけじゃないでしょうから、まあそれを覆すためにいろいろ自分の中で変えるところは変える、変えないところは変えないっていうところで考えながらやった中で、まあなんとかいい経験をいい景色を見させていただいたので、それを石川県にいつか還元したいなというのはプレーベルでプレーしている時から思ってたことなので、それが今年やっと叶ったというとちょっと言葉が違うと思いますけど、まあ来季加入となると多分また違った話だと思いますし、もしかしたら来季だったら可能性はなかったのかなとも考えているので、タイミング的には本当ラストチャンスで加入したんじゃないかなというふうな感覚ではいます。柳下監督から求められていることっていうの、言われたりしていることっていうのはどんなことがありますか？別に僕個人的にどうこうっていうのはないですかね。チームのコンセプトだったり、これをやろうよっていうことを常におっしゃっている監督なので、まあ、そこをベースとして基準としてそこはスタンダードでやります。じゃあその他で自分の良さってどこなのっていうところで、比較的前半戦の方はそういったところをクリエイティブにプレイできたかなっていうところがあるんですけど、だんだんねいろんなものが見えてくるようになって、そうなってくるとそこの自分の良さっていうよりはチーム全体を見た時にここを足りてないよね、ここをコンセプトをやる上でワンクッションいるよねとか、この守備の仕方だったらどうしてもこうやられたら危ないよねっていうところが見えてきてしまって、そこのヘルプだったり見えてしまう分そこを助けてあげたいっていう風になってしまうと、どうしても本来、皆さん地域の皆さんが期待していたゴールっていうところから非常にポジション的に遠くなる。僕がトスでボコス勝手に取ってたっていうところは、そこは別の選手がやってたことで、最後の託してもらうというプレーを正直シーズンの後期なんかは、難しく見えすぎてしまってできなくなってしまったかなっていうところで、その塩梅は難しいですよね。チームのために、やるのが僕自身のサッカー選手としての理念というか、まあ矜持というか、そういったところがあるので、でも地元に帰ってきて地元の皆さんはやっぱりね華々しい僕の結果を知ってますので、どうにかね郷土でも同じものをとか培ってきたもので結果をっていうところを期待されている中で、まあ、難しいところは、だん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 ね見えてければ見えてくるほど、難しさはあったかなというふうに思います。その金沢に戻ってきて感じていることだったり、まあ、あと新スタジアムの計画とかも進んでいるじゃないですか。そういったところでその今の津江県金沢というクラブだったり、その、これからの津江県みたいなところで感じているというか考えていることだったりはどうでしょう？まあ、1年を通して、いろいろサッカーのピッチないなところもと同じで、いろいろ見えてきた部分はあるのかなというふうに。あんまり先走りすぎても、自分の金沢での立ち位置がわからない限り、なかなかね、自分の価値観っていうのを広げたり、植え付けることは難しいだろうなっていうところには思って入ってきたので、まあ本当に伸びしろしかないのかなというふうには思いますね。もっともっと、ポテンシャルがある地域だと思いますし、本当にうまく差を言い表すなら、細は7万人の町で J1 クラブまで上り詰めていけて、今もなお人気を博しているクラブと地域であって、金沢は今現在44万人いる規模
地方クラブで、まだまだその熱がスポーツ文化に行き届いていないという現状があるので、もっともっと津江源金沢自体の認知はされてるんですけど、何を仕掛けるかっていうところと、いつどのタイミングでっていうところで、まあ一つ新スタジアムが一ついいきっかけになるんだろうなっていうところは感じてはいますけども、僕はどっちかというと地方クラブにしか所属ほとんどしてないので、そこの良さ悪さっていうところは大体把握、全てじゃないですけど、自分の選手をやっていく中で他の選手よりはアンテナを張っていろいろ見て感じてきた部分があるので、まあ、その良さ、地方クラブのいいところ悪いところっていうところを感じたときに、ビッグクラブとか都市のクラブと全く同じことをする必要はないと思っていて、独自性があれば、よくて、そこの地域に根ざして愛されるクラブを作ればいいのかなと、それが破天荒なのか、まあそれはやるよねっていうことなのか、でもなんかそこに独自なスペシャルなものが常に付加価値としてついて回るようなクラブになればいいんじゃないかなと、僕自身勝手なね持論ですけど、今から、金沢が東京に変われるわけではないですし、大阪に変われるわけではないので、そして地域も天候も違えば、人の育ってきた場所とか文化、もう食文化もそうですし違うわけで、金沢だったり石川県全体で、自分たちの良さを再確認するのが津江源金沢であったり、その他のスポーツであればいいのかなというふうに思っているので、その中の、一助となれるような魅力ではありますけど、僕ができることをやっていく、またはそれ違うよっていうようになったんであれば、自分自身がしっかり自分自身でしっかり俯瞰的に見ながらですけど、やれることを個人的にやっていかないといけないのかなと、それが小さな力かもしれないけども、見てるのはやっぱり5年先10年先、そこでどうあるべきかっていうところを模索しながら、僕自身は一日一日を大切にプレイヤーとして、また社会人として人として石川県人として過ごしていくべきだなというふうには、感じています。いや、そのプロ20年目になりますけど、来年2023年はどんな1年にしたいですか？今のところまだ込み上げてくるとか湧き上がってくるものが正直そんなになくてですね、今は本当に冷静に、自分は津江源金沢で何ができるんだろうとか、何が求められているのかなっていうところを、少ない頭で考えながら、どうしていくべきかなっていうところは考えている最中ですね。現役で一生懸命やるのも一つですし、また違う視点を自分の中で設けるのも一つなのかなっていうところ、本当に大人にはなってきてると思うんで、あまりこれ以上ヘディングするとボクシングの選手みたいにパンチドランカーじゃないけどヘディングドランカーになる危険性もありますから全然自分がやるべきことは終えたなと思えたら、すぐにスパイクは投げる準備はしています。それじゃあ最後に金沢のファンサポーターへのメッセージをいただけますか？今シーズンは本当に最初のイベントから予想以上の受け入れといいますか、迎え入れていただいて、非常に僕がびっくりしたのは今年ですけど、スタートですけど、キャンプ終わってこっちからで成人式というものですかね、に顔を初めて合わせて、その期待をすごく感じさせていただいたし、それが本当に自分の大きなものに変わりましたし、本当に戻ってくるのは少し遅かったかもしれませんね、申し訳ありませんという思いにもなりましたし、だからこそシーズンを通してチームのかゆいところに手が届く人でありたかったし、選手でありたいなというふうには思ったので、結果はもちろん本当に金沢の何かこうプラスアルファになれるようにっていうところを一生懸命模索しながら、うまくいかないことも多々ありました。思い描くことってやっぱり理想であって、現実は違うんだなと毎日のように思わされることもありましたし、その中でやっぱり本当に非常に多いわけではないですけど、熱心に毎試合だったり、東亜ウェイの地でもそうですし、SNS を通してもそうですし、支えていただいている方がいらっしゃるので、そこに本当に感謝していますし、言葉で伝えるのは簡単なんですけど、何かしら皆さんに直接何か還元できるとは思ってないですけど、津江源の若い選手なのか、僕の面白くないトークで盛り上げることなのか、本当にこれからね、僕がそのヘディングしすぎて脳梗塞だったり走りすぎて心筋梗塞にならない限り、石川県で元気に
に生活していくつもりなので、何かこうね、少しでも今19市町あるんですけど石川県に、そういった、全ての地域から応援していただいていると勝手に思っているので、そういったところに思いだったり、この感謝の念というのは届くように、何十年かかるか分かりませんけど、これからも続けていきたいなというふうに思っています。